皆さんこんばんは、MK です。ペーパーマリオ RPG パート14やっていきましょう。今回は前回仲間になったマダムクラウダさんと一緒に不思議の森の大きな木の中に潜入していければと思います。そう、どうやら二つ目のスターストーンがある大きな木、すでにメガバッテンに占拠されちゃったみたいなんですよね。正面の入り口からは入れないということで、なんとかマダムクラウダさんの力で秘密の入り口見つけていきましょうか。果たして秘密の入り口はどんな感じになっているのか、そしてプニ族たちは無事なのか気になるという方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。プニオはこの辺りって言ってましたよね。じゃあここでマダムクラウダさんの吹き飛ばし使っていきましょうか。おー、出てきた秘密の入り口、シークレットエントランスって書いてありますね。秘密にしちゃきらびやかすぎないか。やった、秘密の入り口だ。これでオイラが中に入れるよ。じゃあ中からちょっと正面の扉開けてください。そのちっちゃいところマリオたちは入れないからね。本当プニちゃんたちはいい子よね。確かに。マリオちゃんはご存知かしら。実は私ちょっと前まで舞台の大女優だったのよ。あ、なんとなくは聞いてますよ。マダムクラウダと言ったらその世界では知らない人はいないくらい有名だったのよ。でもね、きらびやかな世界の裏は実はとってもドロドロしているの。まあ大人の世界ってやつよね。やだね、そういう世界。私はその世界に疲れちゃって、それでこの森へ来たってわけなの。なるほど、そういうことだったんだ。だけど時々遊びに来るプニちゃんたちのピュアな心に接しているうちに、私もね女優を目指していた頃のピュアな心が蘇ってきたのよ。なるほど、それで私気づいたのよ。やっぱりステージが大好きなんだって。じゃあ将来的にはまた女優やるんですか。もう一度あのステージに上がって眩しいスポットライトを浴びてみようって思ったのよ。そのことに気づかせてくれたプニちゃんたちにはとっても感謝しているのよ。なるほど。マリオ、あ、開きましたか。正面なんか機械的になっちゃったんだよね、入り口が。これもメガバッテンの仕業なんでしょう。中から開けることができたよ。こっちこっち、ありがとう。緑のランプが光ってますね。プニちゃんたちに感謝の気持ちで恩返ししなくっちゃね。さあ行きましょう、マリオちゃん。ああ、マダムクラウダもちょっと大変な人生を歩んできたみたいですね。まあじゃあマダムクラウダのためにもプニちゃんたちの恩返しやっていきましょうか。はい、中に入りましたが、体重1回、これ1階ってことは2階3階ってある感じ。結構大変なんじゃないか、ダンジョン攻略。うわっ、この石像よく見たらプニちゃんの形になってる。あらら、おかしいな、いつもはここにいるんだけど。おーい、おばば、おーい、みんな出ておいでよ。おーい、え、もしかしてメガバッテンたちに捕まっちゃったとかそんな感じ。あれ、お、扉の中から出てきたと思ったらこいつらメガバッテンだ。え、直接対決。なんだお前たちは、どうやってここに入ってきたのであるか。あ、やべ、バレてる、秘密の入り口。おい、こいつもしかしてマリオであるか。え、あ、そっか、マリオのこと知ってんのか。何、じゃあやっつけてしまうである。でもマリオを見つけたらすぐに知らせろとペケダー様が言っていたであるぞ。でもペケダー様に知らされても困るな。戦おうよ。お前はバカであるな。ここでマリオをやっつければ俺たちの手柄になるであるぞ。そうそう、その意気だ。なるほど、じゃあやっつけてしまうであるか。やっつけてしまうである。その方がこっちとしても好都合でございます。こいつらを倒してペケダーにはチクらせませんよ。ということでこいつら先にさ、うわ、クリスチーヌちゃんであれだな、物知りしないといけないから、うわ、てか BGM あれなんだ、ちゃんとこのメガバッテン戦は違うんだね。作戦で仲間チェンジ、クリスチーヌに変えていきましょう。で技から、あれなんだ、お、あいつ、あー待って、今ちょっかい出さなきゃよかった。くっそ、今緊急キノコだったな。うーわー、やらかした。なんか反射的に X を押すの良くないね。ということで物知り使っていきましょうか。カーソルが円に入ったら A を押せ。もちろんアクロバットも決めていきたいところ。 OK、 軍団員よ、メガバッテンっていう組織の戦闘員って書いてあるわ。なるほど、ちょっと言い方が良くないけど要するに下っ端っていうやつかしら。最大 HP は4で攻撃力は3、防御力は0よ。あ、防御力0でよかった。怪しい薬でデカデカになって攻撃してくるみたいだけど、1体だけなら心配いらないわ。怪しい薬？どういうこと？でも2体以上いると怖いわね。仲間の技やアイテムなどでなるべく早くやっつけましょう。なるほど、じゃあ一気に行った方が良さそうですね。おっと、いきなり相手がタイマー使ってきましたが、これは何ですか？え、
ト系のエフェクトが現れて、ストップになった、少しの間動けないぞ、そんなことある、これガードもできないの、ガードもできない、ちょっと待って、一方的すぎるって、ずるいずるいずるい、そんなのずるい、ちょっと待って、もう一回マリオ食らったら終わるんだが、やばい、あ、怪しい薬、これを飲んで、うわーデカデカになった、でもそれで一旦終わったってこと、やばいやばいやばい、これマリオに攻撃されたら終わるって、ちょ、クリスチーヌちゃんに言って、いやー無理だよそれは、だってねえ動けなかったんだもん、こんなんどうすればいいのさ、ということで、じゃあ直前からやり直しましょうそんなことがあっていいのかこれ、あのタイマーをさ、じゃあ使わないように祈んないといけないっていうか、待って、ここで先にクリスチーヌちゃんに変えるんだ、クリスチーヌちゃん変えて、でキノコがあるならもう使おう、これ体力、あーでも急、いやーでもこれしょうがないな、ハートフェール使ってる暇ないから、よし、この辺りの、まあテキストはさっき読んだからな、いいとして、うわあいつらがさ、じゃあタイマー使わないように祈るか、あ待って、物知りって使った判定、今の使った判定だよね、うわどっちなんだろう、もう物知りを使ったってことなんだったらクリスチーヌちゃんの一旦いらないぞ、ファイアフラワーとかで一気に攻めちゃっていいと思う、うわ雷とかあったっけ、忘れちゃった、パウブロックじゃ倒しきれないと思うからさ、でも体力4って言ってたよね、ファイアフラワーでも微妙に倒しきれないな、ちょっと待てよ、これ物知りがもうできてるかできてないかでだいぶ戦い方が変わってくるんだが、どうなんですか、はい、クリスチーヌちゃんが現れて、このバトルは逃げられないぞ、物知り確認きた、あれダメだ、ハテナになってる、あーじゃあ物知りしてない判定なんだ、わかりました、しょうがない、じゃあここは物知りでいきましょう、軍団員、さっき読んだのにこれやり直したのね、わかった、今後も覚えておきましょう、物知りしてからそのバトル中にやられたら物知りはしてなかったことになると、はい、さっきここは読んだのでいいとして、よし行くぞ、2体以上いると怖いわね、ということで、マリオでこれアイテムで HP4 でしょ、うわー眠れよい子よ、でもこれ無理やり突破する、あてかタイマー持ってない、おいおいおい、だったらそう、だったらいいんだよ、なんだよ、あてか自信アタックで倒せるわ、どっちみち俺いい、いやいやいや、これさタイマー持ってるか持ってないかでさ難易度変わりすぎじゃねえか、だとしたら、ということで、あれまだ体力残ってるか、ガードオッケー、さっきガードもできなかったからな、おいデカデカ飲んだけども、それってさ攻撃力が上がるだけだよね、特に体力が上がるわけじゃないと思うから、はいここ、あ待って、連続ジャンプでもいいな、クリスチーヌちゃんの連続ずつ、あ連続ずつきってあれか、1体になっちゃうのか、あじゃあマリオですね、マリオの自信アタックでいきましょうか、いや元気元気とかも使ってもいいんだけど、ちょっとこのタイミングじゃないかもな、ということで、いやさっきのタイマータイマーあるかないかで難易度変わりすぎだって、このゲームやばかった、さっきのくそこのままでは終わらないのである、次の作戦はペキダー様に報告である、あ結局報告されるんかいなんだよ、だったら最初から報告しに行ってもいいよ、あ鍵閉められた、あいつらをやっつけちゃうなんてさすがマリオだよ、それにしてもみんな一体どこに行っちゃったんだよ、ひょっとしてもうここにはいないのかな、あいたよ今後ろに、なんだそんなとこに隠れてたんだ、出ておいでよ、強い味方を連れてきたんだよ、仲間たち、あれ一人しかいないけど、これが妹で、でかい、ああ私、確かに君たちからしたらでかいか、そのヒゲの大男、俺たちを食っちまうんじゃねえのか、あまだいるじゃん、あお前もそこにいたのか、おおいっぱいいる、かわいい、ピクミンみたいね、なんか見た目とその頭からなんか出てんのがピクミンっぽいね、大丈夫だよ、みんなマリオはオイラたちの味方なんだ、さっきのやつらみたいにマリオたちがみんなやっつけてくれるよ、そう見てたでしょ、大丈夫だよ味方だよ、メガバッテンはマリオが倒すから、マリオを紹介するよ、これが、はい待てよ、おなんだ、おおでっけえのが出てきた、そいつが本当に俺たちの味方かどうかわかんねえだろ、もしかしたらあいつらのスパイかもしれねえぞ、さっき倒してたの見てなかったのかお前は、何言ってんだよプニタ、マリオはあいつらの仲間じゃないよ、オイラたちを助けるために来たんだプニタ、なるほど、このでっかいのはプニタっていうのね、みんなで力を合わせてあいつらをここから追い出してこの大きな木を取り戻すんだよ、そうだよ、ふんプニオのくせに偉そうにリーダー面してんじゃねえよ、お前がどっかに行ってる間に俺たちがどんな目にあったか知らねえくせによ、あ
どんな目にあったの？教えて。おお、ちょっと前に出てきましたが、プニタとプニオね、覚えとこう。そういえばやけに数が少ないじゃないか。他のみんなはどうしたんだよ。あ、これでも少ないの？結構いるような気がしてたけどね。あいつらに捕まっちまったんだよ。おばばもみんなも、そしてお前の妹もな。妹？え、プニコか？プニコ？うわ、ややこしい。プニオ、プニコ、プニタ？あいつら、みんなあいつらに捕まって、この大きな木のどこかに連れて行かれちまったんだよ。なんちゃらストーンのありかを教えねえからだとさ、俺たちそんなもの知らねえのによ。あ、やっぱりプニ族のみんなは知らないのかな？おばばは知ってそうだけど、そんな、じゃあすぐにみんなで助けに行かないと。そうだな、何言ってんだ、俺たちにそんなの無理に決まってんじゃねえか。そのためのマリオでしょ。どこの誰だか知らねえけど、そんなヒゲのおっさんが来たってどうにもならねえんだよ。そんなやってみなくちゃわかんないよ。そうだそうだ、みんなで頑張ればあいつらだってなんとかやっつけられるよ。だからみんなで協力するんだよ。ふん、そこまで言うならこのヒゲのおっさんの力がどんだけすげえのか見せてもらおうじゃねえか。おい、やるか？戦うか？お前とこのヒゲのおっさんだけでどこかに連れて行かれた仲間たちを助け出すことができたら、俺もお前たちに協力してやってもいいぜ。なんで往生際が悪いんだよ、こういう時に。みんなで協力しないと、こういう時こそ。まあどうせ無理だと思うがな。やってやるよ。そうだな、ねえマリオ、一緒に来てくれよ。みんなを助けたいんだ。わかったよ。こいつ、おいお前なんだおい、さっき見てただろ、メガバッテン倒したの。これ回復は、いや、いらないな。はい、じゃあ一旦セーブして。何、土管もあるけど、まあ上でいいんだよね。そうだよね、正面が通れないので上に進む。え、10って書いてあるよ。何の数字だ。はい、ん、調べる。何かがはめられそうな穴があるわね。ほう、まだ仕掛けとしては解けないという感じなんでしょうか。たまにある、これ出た。いや、これね、場所覚えとかないといけないんだよ。なんとなく MK さんも覚えてるんだけど、なんかあるんだよね。そうそうそう、あんまり今言うとネタバレになっちゃうから言わないけれど。お、下っ端いたぞ、あいつも。うわ、なんか出た。これ何？デカデカドリンクをゲットだ。少しの間味方をデカデカにして攻撃力をアップさせる。なるほど、ボス戦とかで使っていきましょうか。ということで先制攻撃成功。うわ、なんかいるぞ。なんだあいつ、見たことねえやついるけど。体力は、まあ、とりあえず物知りするしかないよね。よし、じゃあここはクリスチーヌちゃんに変えて、物知りバリアーンに使っていきましょう。せっかくだからね、ちょっとクラウダさんを使いたいところでもあるんですけども、新しい敵が出てくるところではしょうがない。バリアーンよ、メガバッテンという組織が作り出した生物って書いてあるわ。人工生物ってこと？最大 HP は3で攻撃力は2、防御力は0ね。でも周りにプチバリアンがいるときは一切の攻撃が効かないみたい。プチバリアンだから、周りのプチバリアンを先に何とかしなくっちゃ。わかりました。まあとりあえず何も考えずこいつ倒しちゃいましょうか。ほい、オッケー。いや、やっぱり攻撃力1上がるってのめちゃくちゃ強えな。そして向こうは何をしてくる、びっくりして何か飛ばしてきたけど、ガード。プチバリアンって何を、あれか、これプチバリアンにも物知りってできる。よかった、やっといて。ちゃんとこういうのも逃さないようにしましょうね。はい、プチバリアンもアクロバット決めていく。プチバリアンよ、バリアンを守る生物ね。最大2体まで増えるみたい。最大 HP は1、防御力は0、直接攻撃はしてこないみたい。いきなりバリアンに攻撃したりアイテムを使っても効果がないのはこいつがいて守っているからなのよ。だからまずこいつを倒してからバリアンに攻撃するのよ。クラウダさんの技も有効よ。へえ、ちょっとここクラウダさん、ああでもそっか、クリスチーヌやっちゃったのか。だとしたらこれい、あー、F、いやー、これ浮いてるからどうせダメなんか。じゃあ一旦こいつから行くしかないのね。ほいほい、プチバリアン倒しまして、これでバリアが解けましたと。なんかバリア割れる表現があんまり神っぽくなかったが、またか。はい、ここ、うわ、今のってスーパーガードしても多分ダメなんだろうね。これってことはやっぱりそういうことか、クラウダじゃないといけないのか。じゃあクラウダに変えて、で、あー、チェンジをマリオでやっとくべきだったけど、今更言ってもしょうがないから、またプチバリアンだけ攻撃していきましょう。連続ジャンプがあればいい、あ、でもいけないのかこれ。だよね、次々ジャンプね。 MK さんが言ってんのは、はい、ここスーパーガードしたけども、やっぱりプチバリアンは出てくると。で、はい、これで吹き飛ばしか、いや、どうなんだろう。ムッチムチプレスだったらいけんのかな。あ、
体力表示されてるけど、いやでも無理か、吹き飛ばし、やってみるか、画面に合わせて A を押したり離したりしろ。どういうこと、どういうこと、離す、オッケー、どうだ今ので、ナイスで、おー、プチバリアンが飛んでった。これで、なるほど、連続攻撃になると、まあ普通に倒してもあんま変わんなかったのか。いいとして、じゃあバリアン、ここは踏んでいきましょう。ちょっとややこしいな、バリアン戦長引くからあんまり戦いたくないというのが本音でございますが、あとはプチバリアンが出る前に先制攻撃で倒しちゃう必要があるな。はい、そしたらこの辺りもしっかり叩いて、何も出ないか。おお、コインゲット。ちゃんとやってった方がいいよ、これ星のかけらの可能性もあるからね。あとは土管のさ、この後ろのとことか結構あったりするんだよ。またバリアンでかっ、バリアンってこんなでかいんだ。じゃあ先制攻撃いて、決めていきまーらー。なんか飛ばしてくるのは聞いてないって。ということで、うわ2体もいるぞ。これはややこしいし、地震アタック効かないんだよな。空中にいるやつ効かないの厄介すぎ。もうこれさ、行くか。あー、てかパウブロック、パウブロックじゃ2だから無理だ。うわーマジか。うわ、ファイアフラワー欲しいな。だとしたら、これムッチムチプレスってさ、1体だよね。あー1体だな。まあでもとりあえず1回やってみよう。カーソルを円の中に入れろ。はい、あ、なるほど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 、はいはいはい、あー、オッケーオッケー。ムッチムチプレスで、アクロバットのタイミングが分かんなかった。そして結構攻撃力低くない？今のはたまたまか。はい、じゃあバリアーン倒してしまいましょう。オッケー。その手前のやつ1だから、うん、ちょっとできればプチバリアーン出してほしくないけども、出してくるんだよね。どうせここしかも食らっていく。あいつは何してくる。お、薬を飲んでデカデカか。うわ、あいつから倒した方が良かったかもしんない。待てよ、やっぱ出してくるよね。そしたらここどうすっかな。これ吹きと、いや意味ないか。パウブロックでとりあえず軍団員にもダメージ与えましょう。はい、パウブロックだ。ちょっとあんまりクラウダさんでやることじゃありませんが、オッケー。でバリアンはバリアで食らわない。だとしてもこれもう一回パウブロックを使えば一気に倒せますね。いやなんかもったいない使い方をしてるような気もしますけど、しょうがないんだ。ちょっとバリアン厄介だから、これノコ太郎の方がいいのでは。あ、でもノコ太郎って空中にいるやつはダメなんか。守備瓶コーラ、うわーよくできてんね。そしたら待てよ、ちょっと HP というか FP が、あれあるっけ。あー、まあまあまあ回復するまでではないか。よし、これさ下降りたらとかありそうじゃない。後でか、今じゃなくてもいいかもね。はい、じゃあとりあえず今は素直に土管の中入っていきましょう。で、こんにちは。おお、おばばじゃないこれ。おばばがいたよ。もしかして、おばば。てか、出れないか、それぐらいの策だったら。おー、プニオかい、元気そうじゃのー。ところでプニオ、お前ここで何をしちょる？いや、助けに来たんだよ。何をのんきな、助けに来たんだよ。そうそう。おー、そうかい。そりゃ、ご苦労さんじゃ。じゃが、あたしより先に他の者たちを助けてやってくれ。他の者たちどこにいるの？みんなもここにいるの？おー、そうじゃ、お兄ちゃん。捕まった者は、ああ、ちょっと同時に話さないで。みんなここに閉じ込められておる。まったくあやつら、年寄りをちょ、長いていたわりもせず、こんな目に合わせおって、何をするかいの。おばあちゃん話長い。それでのプニオ、さっきの話いいって。おお、そうじゃ、そこにいるのはお兄ちゃんならもういい。もう、おばばの話はいい。一旦妹と再会しましょう。あ、ちっちゃい、かわいい。妹だ。プニコ、ここにいたのか。いや、てか、出れないか、この柵。ちょっとやれば出れそうな気がするよ。やっぱり来てくれたんだね、お兄ちゃん。もちろんさ、強い味方も連れてきたよ。すぐにお前たちを出してやるからな、待ってろよ。うわ、てかめちゃくちゃな人数いるな。うん、頑張ってね、お兄ちゃん。ちょっとおばばの話大丈夫だった？途中で抜けちゃったけど。マリオ、まずは牢屋の鍵を探そうよ。そうだね、赤の鍵と青の鍵どっちも必要なのか。先にどっちが手に入るのか分かりませんが、とりあえず奥に進んでいきましょう。いや、できればでもおばばから助けたいような気がするな。スターストーンのありか分かってそうだしね。おっと、また下っ端がいたぞ。ああ、一体いつになったらスターストーンが見つかるのであるか。捕らえたプニ族たちもスターストーンを知らないようであるし、お、
まだメガバッテンはスターストーンの場所分かってないんですね。ふわあ、牢屋の鍵を持っているだけの仕事なんて退屈であるな。あんたが持ってんのか。目を閉じたらそのまま寝てしまいそうである。寝ちゃってもいいですよ。こそっと盗んだ方がやりやすいような気もしますし。お、この鍵はチュチュリーナだ。なんでこんなとこに入ってこれたの。MK さんたちですら入るの苦労したよ。あら、またお会いしましたわね。あら、マリオちゃんのお友達。もうマリオちゃんも隅に置けないわね。確かに結構いろんな子に好かれてんね。今回私この大きな木の中にも素敵なバッジがあるという噂を聞いてやってきましたの。かわいい。あ、恒例のチュ。いや、マダムクラウダもびっくりしてんな。ふふ、また会えるといいですわね。あ、どっか行くの？そんなところに入り口が？あらん、ずいぶん大胆。もうマリオちゃんたらモテモテね。肉らしいわん。そうそう、あなた方が探しているスターストーンはこの大きな木の地下にあるみたいですわね。頑張ってあいつらよりも先に見つけることですわ。それではごきげんよう、素敵なヒゲのミスター。またどこかでお会いしましょう。あいつすごいとこから入ってきたな。あららん、ジェラシーを感じるわ。マリオちゃんたら罪な男ね。これさ、毎回後ろにいるキャラクターによって多分セリフ変わるよね。すご。なんだお前ら。うわ、起きちゃった。ははん、さてはお前らが俺を殴ったのであるな。違う違う。そんな奴らにはきっちりお返しをしてやるである。いや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 、チュチュリーナちゃんがやったんですけど。まあ、下っ端弱いし、いっか。戦ってあげましょう。このバトルは逃げられないぞということで、体力4でしょ？これ。ジャンプでいけちゃうよね。ほいほい、オッケー。こんな弱いことあるか。っていうか、まあ MK さんが結構早めに攻撃力上がるみたいなバッジをゲットしちゃったんだろうな。お、そしてもうちょっとでレベルアップ、待ち遠しいですね。ということで赤い牢屋の鍵をゲットだ。赤い牢屋の扉を開けるのに必要な鍵と、おばばの方から開けれそうですね。よかったよかった。そしたらちょっと待てよ、そこの宝箱も気になるが、こういうところには何もないか。一応調べてった方がいいんじゃない。何これ、机があるけど何かの地図か。まあ特に読めたりはしないみたいですね。はい、じゃあ宝箱を開けていきましょう。中からはウルトラキノコ。食べたらとっても元気が出るキノコ。 HP が50回復する。いやいや、50も回復されても今は困るよ。体力10しかないからマリオ。ということで、じゃあ赤い鍵を使っておばばの方開けていきましょうか。はい、ちょっとあの子たちも助けたかったけど、まずこっちが手に入ったからさ、助けに来たよおばば。大丈夫？体調は？うわぁ、バッカモン、でっかくなった。プニオ、ちょっとそこへ座りなさい。いきなり？なんて、どうして？おいらたち、おばばを助けに。何をプニプニ言っとるんじゃ。ちゃんと人の話を聞かんか、バカモン。あ、確かにさっき置いてったね。まったくお前は、たった一人の妹を放ったまま、どこかへ遊びに行ってしまいよって。確かに。違う。だから、おいら、助けを呼びに行ってて。まあ、でも妹は置いてったんじゃない？プニオ。どうな、いやでも助け呼ぶのも大事だよね。えい、プニ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 言うでない。人の話は最後まで聞けと何度言ったらわかるんじゃ。そんなことじゃから、お前はいつまで経ってもみんなからプニオと呼ばれるんじゃ。プニオって名前じゃないの？プニオって本名じゃないの？お前もゆくゆくは我らプニ族の未来を担っていくことになるんじゃぞ。それがお前と来たらなんじゃって、これ聞いとるのか？聞いてますけども。1時間後1時間も経っちゃったけど、起きてる。あ、マリオたちは寝てるね。プニオはちゃんと起きてるか。良いか、これからはお前もしっかりするのじゃぞ。はいはい、わかりましたよ。よく1時間も聞いてたな。返事は1回で良い。ところでプニオ、お前ここで何をしちょる。いや、だから助けに来たの。だからみんなを助けに来たんだよ。とりあえずはおばばだけなんだけどさ。なんじゃそうか。そういうことなら私はとっととここから出ていくとするよ。どうもここは寒くて腰が痛むんじゃ。もう年だからね。ちょっとね、安全に帰ってよ。スターストーンの場所聞きたかったけど、しょうがないか。あらら、もう行っちゃったよ。相変わらずだな、おばばは。あ、そうだ。マリオもう寝てるけど大丈夫ですか？マリオ起きて。待ってろよ、プニコ。お前もすぐ助けてやるからな。うん、お兄ちゃん、プニコ待ってる。あ、マリオたち起きた。マリオ、青い牢屋の鍵も探さないと。とりあえず下に降りて、おばばに何か知らないか聞いてみよう。そうだね。また1時間の長話が始まったら嫌ですけど。まあ、おばばぐらいしかこの辺りのこと知ってる人はいないんだよね。じゃあしょうがない。戻りますよ。っていうかさ、さっき、やっぱり下に降りるところ、なんかあるんじゃないか。ちょっと降りてみようか。行くよ。ぴょーん。おお、あれ、
あ、言うてかショートカットしただけか。あー、ここ一番最初のあれだもんね、下っ端がいたところだもんね。ということでショートカットして下に降りてきましたよと。でここは特にちょっと今できる仕掛けじゃなさそうなので無視をして入り口のところまで行きましょうか。おばば来てますか、入り口まで。いやいやいや、ちょっと、おお、そういえば、おい、おばば助けたんだから、ちょっと話聞いてくれるか、プニオか。ふん、お前がおばばを助け出すとは正直驚いたぜ。だから言っただろ、そうだよ。マリオは仲間だよ。勘違いすんじゃねえよ。俺はまだお前を認めたわけじゃねえし、おい。物分かり悪いな。そのヒゲのおっさんを完全に信用したわけでもねえ。大体お前はまだ他の仲間たちを助けてねえんだからな。いやいやいや、今から助けるって、おばばはまず助けたでしょ。それまでは協力してやんねえぞ。バカもう、おばばが怒った。この後に及んでまだそんなことを言っておるとは、なんとも情けない。そうだよね。あのトゲ族が奴らと手を組んで、わしらをこの木から追い出そうとしておるんじゃ。トゲ族は寝返ったのか。おいおいおい、トゲ族プライドはねえのか。今こそ我らプニ族がみんなで力を合わせ、やつらに立ち向かわねばならぬのじゃ。それがわからんのか。そうだよ。トゲ族とやつらが手を組んだって。それならトゲ族が青い牢屋の鍵を持っているのかも。確かに。良いか、プニタ、プニオよ、お前たちはこのヒゲ男、名前はマリコじゃったかな。マリオ、マリオですよ。前もマニオって言われたし、あの長老に。マリオだよ、マリオ。しっかりしてよ、ババア。そう、そのマリオと力を合わせてみんなを助けたし、この大樹にやってきた奴らを追い払うのじゃ。わかったよ。おババが言うんじゃしゃあねえな。まあ実は俺もプニコちゃんが心配だったしな。おい。おい、最初から協力しろ。こうなりゃ一丁やってやるよ。みんなもそれでいいよな。いやいや、あんた以外はいいっつってたんだよ、最初から。うむ、それでこそプニ族じゃ。よし、じゃあみんなで協力して青い牢屋の鍵を探しましょう。プニ族の仲間が10匹増えて全部で11匹になった。11匹。あ、さっきの10っていう数字、このプニ族の数か。みんなありがとう。よし、ところでちょっといいかしら。私たちスターストーンっていう宝石を探しているんだけど、何かご存知ないかしら。そうそう、知ってる。ナヌスターストーンとな。うむ、なるほど。あ、知ってるっぽくない？実はこの大樹を下へ下へといった地下に不思議な色の宝石が隠されておっての、悪者どもからそれを守り、清き心を持つ者に授けようと我らプニ族の歴代の長老に言い伝えられておるのじゃが、おそらくそれがスターストーンじゃろう。なるほど。じゃあ MK さんたち救ったら取ってってもいいですか？清き心は持ってるよ。うーむ、ヒゲのマリコよ。マリオだって、お主を言い伝えにある清き心を持つ者と信じようじゃないか。マリコよ、お主がスターストーンを手に入れるのじゃ。今はまだわからぬが、きっと我らがこの大樹を取り戻すことにもつながるのじゃろう。良いな、スターストーンはこの大樹を降りていった地下の一番下じゃぞい。わかったけど、マリコじゃないよ、マリオだよ。おっと、そうじゃ、大事なことを忘れるところじゃった。スターストーンを手に入れるには、他の捕らえられた仲間たちを全て助け出さねばならぬ。我らプニ族が一つにならなければ、スターストーンのある場所まではたどり着けぬと言われておるのじゃ。やっぱりあの数字か。ってことは、もっともっと数字が大きくなってくるんだ。今後はこれを持っていきなされ、我らを率いる者の証、プニプニ玉じゃ。うわ、何これ、太陽、プニプニ玉。これを行く途中にある台座にはめると、我らプニ族をそこに集めることができるのじゃ。ただし使い終わったらちゃんと外すんじゃぞい。そうしなければ我らはずっと玉の前から動けないからの。なるほど、プニ族のを集めとくものね。はい、プニプニ玉をゲットだ。プニ族のおばばにもらったプニ族を率いる者の証と。よし、じゃあこれを使って冒険進めましょうか。さあマリオ、まずはオイラたちの仲間を助けるため青い牢屋の鍵を探しに行こう。そうですね。よーし、じゃあ、うわー、びっくりした。おお、そうじゃ、もう一つ転んじゃったじゃん、マリオが。すまんすまん、最近物忘れが激しくての。スターストーンのところへ行く途中で連れているプニとはぐれてしまったら、あたしんとこに来るがよい。しからばこのオババがバシッとはぐれたプニを呼び寄せてやるからの。いいかい、わかったかね。はい、今度こそいいな。よーし、じゃあ次回このプニ族と一緒にトゲ族のところから青い鍵を取り戻したいと思いますので、ぜひチャンネル登録と高評価をして次の動画をお待ちください。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。